もう罪の奴隷ではなく、罪からも裁きからも解放される、そういうことだと聖書が示しています。なのでこの神の言葉の通りにイスラエルの人々が自分の家の戸口に子羊の血を塗り、その血の陰に身を寄せたように、同じように御言葉と御言葉の通りに私たちが心にイエス様の十字架の血を塗る、イエス様の救いを信じる、そのものは罪の奴隷ではない、解放されて救われるのです。ハレルヤ、主を感謝します。二つのポイントを申し上げました。一つは決定的な瞬間、スタートがある、徐々にではないということでした。二番目は御言葉に、神様の言葉に従う、言った通りのやり方でなければ救われないということでした。3番目、最後のポイントは、この神の救いは神様のご熱心によるものだということです。人間の頑張りによって救われるのではない、血筋や裕福さによるのではない、環境によるのでもない、神様が熱心に私たちを救ってくださるというこの事実です。神様が私たちに熱心に救いの御業をくださっているということです。私たちがたとえ罪の奴隷としてこの世で苦しんで生きたとしても、またこの世で苦しんで生きるだけでなく、あの世でその罪のために地獄に行くことになったとしても、神様にとっては何の損害もないんです。神様が罪人である私たちに何かをしなければならないような損害があるわけじゃないんです。変な言い方をすれば、神様にとっては痛くも痒くもないことなんです。私たちがどんなに苦しんで地獄の中を這いずり回ることになっても、死ねばと言われてしょうがないことです。だってそうじゃないですか。私たちが罪の奴隷になったのは神様のせいではなく、私たち自分のせいなんですから。死ねば、そう言われても仕方がないことです。しかしながら私たちの神様は、死ねばしょうがないんじゃない、自業自得でしょう、そんなことをおっしゃる神様ではありませんでした。まるでご自分のことであるかのように、私たちのために救いの御業を成し遂げてくださいました。私たちを救うために必死になってくださる神様なんです。私たちは
時々神様を誤解します。遠く離れていて私たちを何とも思っておられないんじゃないだろうか、神様は冷酷なお方なんじゃないだろうか、そう勘違いします。でも私たちの神様、この聖書に書いてある本当の神様は、私たち一人一人を大事に大切に思ってくださる神様です。もうそれを思うと涙が出ますが、私たちは染みついた奴隷根性のような思いがあって、これでしょうがないとつぶやきながら生きているようなものです。つぶやきながら、とにかく今この苦しみ悩み問題解決から解放されたい、救われたいという一心で神様を信じます。とにかく助けてくれるといいんだけどなという、そんな気持ちです。でも神様はそれ以上の救いをしてくださるお方です。奴隷のままでいいなんておっしゃる方ではないんです。罪を抱えたままで今だけ助かればいいんじゃないのとおっしゃるような神様ではないんです。今だけでも助かればいい、しょうがないのかもしれない、そんなふうに思うような奴隷根性の私たちに、その根性の魂の根っこから解放して自由にして生まれ変わらせてくださる神様なんです。そしてどうせ私はちっぽけな人間だからという奴隷根性の私たちに、私はあなたを救う神だから、あなたを生涯導き続けるよ、そう熱心に語り続けてくださいます。私たちが救いの何たるかもわからないのに、救われても毎日失敗し続けるような、そんな私たちに、昼は雲の柱となってあなたを守り、夜は火の柱となってあなたを導くと神様がおっしゃってくださるのです。神様の救いは、神様のご熱心、神様の私たちに対する深くて強い神様の愛です。今日は神様の救いについて3つのポイントを挙げました。1つは徐々にではない決定的瞬間、それを持っているか確認しましょう。2つ目は神の言葉通りに信じているか、やっているか、それは子羊の血、イエス様の十字架の血をいただいたか。三つ目は、神様の救いは神様のご熱心のおかげ、神様が愛してくださっている神様のご熱心。
最後に21節にこう書いてあります。ためらうことなく羊を取り杉越の生贄としてほふりなさいとあります。神様を信じるのにためらってはいけません。また18節にこうしてイスラエル人は行って行った、主がモーセとアロンに命じた通りに行ったとあるように、今日ここでイエス様の十字架の救いを信じましょう。自分の心にイエス様の血を塗りつけましょう。信じたつもりになっていた方も今この瞬間御言葉通りに信じましょう。本物のクリスチャンになりましょう。そして信じる者はすべてこの大いなる救い、それを感謝しましょう。罪の奴隷根性で生きるのではなく、神様に自由に解放された者として喜んで良いことをする、神の民としての誇りを持とうではありませんか。なぜなら神様が一人子イエス様を子羊としてお与えくださるほど私たちを愛しているからです。お祈りいたします。愛する天の神様、何百年も奴隷だったイスラエルがまさか子羊の血で救われるなんて思いもしなかったのではないでしょうか。同じように現代の私たちもイエス様を信じることが2000年も前の十字架の血の陰に隠れることになるなんて、それが救いの道だなんて思いもしないことでした。私たちを大事に思ってくださって感謝いたします。私たちは自分の価値さえもわからなくなっていた罪の奴隷だったのに、あなたは宝物のようなイエス様を私たちにほふられる子羊として与えてくださいました。どうか今日のメッセージを聞いて、今母主をこの瞬間この祈りの中で信じ、また信仰を確認している十字架の血潮の陰に身を避けている方がいらっしゃいましたら、あなたの御言葉通り救い解放し神の民としてください。そして今信じた者もすでに信じている者もともどもに、あなたがご熱心によって救ってくださったのですから、そのご熱心によって生涯導いてくださる、愛してくださることを感謝いたします。主よ、あなたの御手に、あなたの御言葉に信じお委ねいたします。あふれるばかりの神の愛に感謝して、私たちの救い主主イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。